みんな怪獣アカデミーへようこそ。スカードの副隊長、名倉輝明です。アカデミーに来てくれた怪獣博士になりたいみんなのために、私や私の仲間が出会った全ての怪獣たちをこれから紹介していきます。怪獣アカデミー GO。 ガラモン、身長40メートル、体重6万トン、セミ人間、身長 1.8メートル、体重150キログラム。ガラモンの身長はマッコウクジラ2頭分と同じくらいの高さ。この2体にどんな関係があって、それは後でお話しするとして、まずはこのガラモン、トゲトゲとした見た目ですが、皆さんはどんな怪獣だと思いますか？実はこの見た目でロボット怪獣なんです。そしてこれは私の仲間アンリ隊員からの報告ですが、ガラモンを地球へ呼んだのはガラモンを誘導する電子頭脳を持っている宇宙怪人セミ人間。ガラモンを呼ぶために地球へ来たものの、地球で出会った音楽のことが好きになり、人間の姿で音楽を演奏し生活していたようです。それでは最後に復習しましょう。ガラモンはどんな怪獣なんでしょうか？そう、ロボット怪獣です。皆さん一緒に真似してみましょう。いきますよ、せーの。二次元怪獣ガバドン、身長40センチから30メートル、体重400グラムから2万トン。なんとホオジロザメおよそ1万匹分。このガバドンは宇宙船の影響で絵が本物になってしまった怪獣なんです。だんだん大きくなっていったのですが、大きくなってもただ寝ているだけの不思議な怪獣でした。可愛い見た目だから子供が描いた絵が本物になったんでしょうか。もしかしたら最初に現れた時と巨大な姿で現れた時で大きさが違ったのも、子供がもっと大きくしようと思って絵を大きく描いたからかもしれないですね。あ、それでは最後に復習しましょう。ガバドンは何が本物になった怪獣でしょうか？そう、絵です。僕の絵どうですか？似てますかね？はい、今日はここまで。今日も一つ怪獣博士に近づけましたね。みんな、また怪獣アカデミーで会いましょう。気をつけ、レイ。さようなら。俺が行く。あのウルトラマンブレイザーの先に怪獣を倒してみせろ。アースガロン、出撃準備。ウルトラマンブレイザー、毎週土曜朝9時放送中。